こちらは最新のアイトテメックス6シリーズを使ったデモとなっていまして、2つ 1080p のコンテンツを同時にデコードして出しています。で、1つが内蔵の HDMI と FI から直接出してまして、もう1つが 24bit の RGB パラレルインターフェースから HDMI に変換して出しています。で、全ての処理はこのビデオコデックによって行いますので、 CPU の負荷がかなり低減できています。